全20種類あるさ、シール、メタナイトいるか、いや、まあ、いるよね、絶対ね。メタナイトすげえ欲しくて、20種類のシールも楽しみなんだよ。さ、この、星食べよう。小さな星を食べようという、ピザ味っていうのすごく、気にならないこれ。ピザ味だよ。星のピザ味。で、シールが、ここに1枚ついてるんだよね。ちょっとその前にさ、ちょっと、やっぱり、星のさ、ピザ味、気になるから、どんな感じで、おぉ、これ、あれかな、100個に1個、カービィの形の、ね、あるとかない、ないから、そういう、すげえ、ワープスターだ。まぁ、ちょっと変な、でもまぁ、星は星だよね。スポンジボブのあいつみたいでね、パトリック、パトリックみたいに。で、ちょっと食べてみるかな、ピザ味ということで。はぁ、あ。はいはいはい。味薄いな。味薄いわ。ちょっと待って、もう一個。ごめん、もう一個いくっていい？ワープスター。ワープスターを。あのね、近いお菓子で言うのであれば、カールだね。カールだ、カール。まあ、美味しいけど、ちょっと俺的には味薄いかもしれない。で、シールもね、ちょっと見て、あの3パックゲットできてるから、メタナイトのシールを狙いということで、メタナイト、いや、メタナイト来るからシール貼りてえな。メタナイト、それではメタナイトのシールをさっ、メタナイト、20種類あるからね。メタナイト絶対いるっしょ。メタ、あー違ったかー。こう、すげえ、ホクホクじゃん。これレアシールじゃないこれ。え、ホクホク、待って、ホクホクでこれ、ほら、星食べよ。これ激レアシールじゃない？カービィ生入り。おお。プププマーチングって書いてるね。星とこのカービィの名前が箱押しになってる。うわ、裏何も書いてない。シールナンバーとかも書いてないから。全部箱押しで、シールすごい。全部箱押しなんかな？全部箱押しじゃなかったらこれレアだわ、間違いなく。すげえ、箱押しだ。想像よか、いいシールなんだが、チャッチシールだと、ちょっと待って、チャッチシールだと、いやでも食べちゃうな。あの、最初味付いてあったんだけど、ちょっと、食べちゃうね。カール。ほんと、カールってでもピザ味じゃないよね。あれ、チーズだったよね。あ、すげえピザっぽかった、今。二個食い。ワープスター二個食い。うまい。めっちゃうまい。喉乾くな、これ。で、いきますよ、どんどん。これ、メタナイトでこの仕様だったら最高じゃない？うわ、すげえ、もっと欲しい。20つ、コンプしたいね。20つ、コンプしたくなった。よし、いいぞ。メタナイト。あ、めっちゃピザだ。出てこいや。後味がね、全部白押しじゃねえか。え、こんなクオリティ高いシールでいいんすか？お菓子のおまけだぜ。わあ、かわいい。あ、ワドルディだ。あ、ワドルディも言ったね。ワドル、一瞬あの、ワドルディを押しだけでワドルディが来たと思ったら二人いたわ。ワドルディ！俺最初ワドルディそんな好きじゃなかったんだけどさ、最近ワドルディめっちゃ好きになってきたんだよね。よく考えたら俺大好きな一つ目だしさ。やったー！かわいいね。てかすげえ、箱押し、これ全部箱押しなの？嘘でしょ？全部箱押し？これみんな超おすすめだわ。あの、カービィファンの人、絶対買った方がいい。あの、お菓子は、あの、うまいかまずいか、ちょっと個人的に分かれると思うけど、これ、シールは間違いない。でも、ピザ好きな人は多分好きだわ。なんかピザトーストっぽいなんか風味がふわってくる。すごく美味しい。最初味薄いなと思ったんだけど、上の方だったからだ。下の方ね、ちゃんとがっつり味ついてるわ。うまい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 。喉乾くな。いや、牛乳飲みたい。すげえいい感じのシール。まさかこんないいシールだったとは。ちゃんとお手本乗せといたらいいよ、これ。箱押しとかさ、オリジナルシール、箱押し。こんな感じで、ハテナじゃなくてさ、ちょっとおまけでさ、あの、こんな感じでさ、こんな感じで箱押しですよっていうのちょっと乗せて、まあ、あの、画像じゃね、箱押しわかんないんだけどな。あ、こんな可愛いシールついてんだっていうのもあって、ね、ちょっと損してる気がするけど、こんなシールだからさ、みんなこれ買った方がいいよ、絶対。めちゃめちゃいいシールだ。これでメタナイトが来たら俺も気絶するかもしんねえな。
もう待って、来ない、待って待って、メタライトいないってことないよね、全20周。いや全部見たいね、ラインナップね、ラインナップ見て。それでは最後の1枚です、今日トレールって言って星のカービィ白押しじゃねえか、全部白押しだわ、全部白押し、パッポ、マジでそんなことありえる、全部白押しなの、俺最初レア引いたのかと思ったら関係ない、全部白押しだこれ、スポリスコレス、おお絶対俺決めた、ごめんみんな、これあのねコンプするわ、欲しいね、狙うわ。で3パッキンしかなかったから3パッキンしか買わなかったけど、ちょっとまた探して買ってくる、これか、こんないいシールついてるんで聞いてないもん。いやすげえ、いやでもな、ちょっとシールファイル果たしてる買わないとな、今もういっぱいになっちゃってさ、シールファイルが。カービィシールも、あ、同じだわ、同じぐらいのサイズだね。キタロウのね、あのシールって結構でかいんだけどさ、これが入るやつだったら全部入ると思うんだけど、あ、大丈夫だ、大丈夫だね、このぐらいのサイズのやつにまた入れるかな、いい感じの。キタちゃん、このキタちゃんシリーズまたやってほしいよね、妖怪シリーズみたいなさ、妖怪シールコレクションみたいな、こうスナック系でやってほしいわ、ピザスナック美味しいしさ、あ、ドラゴンボールのびっくりも、あとこれコンプしたいんだけど俺ね、これコンプしたいんだよな、なかなか。このみんな覚えてる、肉キャンディ、もうラスボス、ラスボス中のラスボス、肉キャンディ強すぎてね、ちょっと今くたばってるけど、そのうちまたね、あの肉キャンディが売り始めたらやろうかなと思ってるんだよね、肉キャンディ。もう今全く売ってないよね、もう終わっちゃったのかな、肉キャンディ。まだコンプしないんだけどな、まあレアシールだけ売ってたらまたちょっと買ってね、絶対コンプはしようと思う。でこのカービィのシールも絶対コンプするわ、またあの買ってくる。こんなにいいシールだと思わなかった、びっくりしたわ、箱押しだぜ全部、まさかの全部箱押し、マジ焦った。ということで今回はこの3枚のシールね、ゲットゴーリーデンということで、みんなもぜひカービィ好きな人は買ってみてくださいということで、ね、みんなでコンプ目指そうぜ、誰が一応私でコンプできるか。